ミュフィデカドゥリとは、トルコの画家、作曲家。トルコ初の女性芸術家の一人で、オスマン帝国最小の女性美術教師。絵画作品の多くは、肖像画家人物のいる風景画。生まれてすぐ母親を亡くし、登園で子供のいなかったカドゥリベイ夫婦の幼女となる。学校には通わず、家庭教師の教育を受けたが、 その家庭教師が彼女の芸術的才能を見出した。絵を描き出したのは10歳の時でオスマンハムディベイに指示。その後、イタリア出身で芸術学校教授のサルバトーレ・バレーリから水彩画を習う。さらにピアノ、バイオリン、ウードやケメンチェといった民族楽器も学ぶ。オスマンハムディベイの勧めで作品のいくつかを ミュンヘンの展覧会に出品したところ金メダルを受賞。イスタンブール女子高校の音楽教師になり、後には美術と詩集も担当した。さらにアディルスルタ探求殿で、オスマン帝国皇帝アブデュルハミと二世の娘に絵を教えたほか、文芸雑誌に載った詩人たちの詩に曲をつけたりもした。1911年、イスタンブールオペラ協会主催の展覧会に3枚の絵を出展した後、 結核と診断される。発見が遅かったため治療の手立てがなく、翌1912年に死去した。死後、彼女の絵画40点が、オスマン画家協会のために売却された。ギフカドゥリベイは深く悲しみ、メッカへのウむらを行い、オスマン帝国滅亡で退去するまで、そこに住んだ。彼女の遺体は、カラジャアフメト墓地に埋葬された。墓石には、 巧妙な初回スマイル白気アルトゥンベゼルによる碑文が刻まれている。ハリデエディプ・アドゥバルのサンエセリは彼女の生涯にインスピーレーションを得て書かれたもので他人が見に連載された。ありがとうございます。